こちらではテクニカルブリーフィングオンプレ SQL サーバーから Azure SQL への移行メリット Azure SQL によるコスト削減と題して私、日本マイクロソフト株式会社パートナー事業本部パートナー技術統括本部クラウドソリューションアーキテクトデータアナリティクス担当の福原より30分ほどお時間をいただいてお話をさせていただきますこのテクニカルブリーフィングのゴールです Azure ハイブリッド特典予約容量及び 延長セキュリティ更新の無償提供といった Azure SQL のコスト削減をできるオファリング内容を理解し、オンプレ SQL サーバーから Azure への移行時にコストを最適化することをゴールにしています。アジェンダです。SQL サーバーの Azure 移行の選択肢のお話を軽くした後にですね、Azure ハイブリッド特典のお話、それから Azure Reserved Instance と予約容量のお話、それから 開発テスト環境の価格、まあディスカウントですね、のお話、そして最後に延長セキュリティ更新プログラムのお話をしていきます。なお、今回のブリーフィングは2021年の7月15から16日にわたって開催されました、マイクロソフトのパートナーの皆様向けのイベント、マイクロソフトインスパイアで発表された内容をもとにしています。 では早速ですね、内容に入っていきたいと思います。最初はですね、オンプレミスの SQL サーバーを Azure へ移行する際の選択肢のお話から入っていきます。オンプレミスの SQL サーバーを Azure へ移行する場合、Azure SQL というものに移行していただくことになります。ただこの Azure SQL というものは複数の選択肢があります。大雑把にこちら、今4つ書いてありますが、移行ということの観点からいくと、最初の3つですね。 一つ一つ,つちょっと見ていきますと、一つ目は、単純にオンプレミスの SQL サーバーの仮想マシン、もしくは物理マシンを Azure 仮想マシン上の SQL サーバーへ移行するという方法です。こちらはですね、普通のリフトシフトということで、仮想マシンのイメージを クラウドへ持っていくというような形になりますので、一番移行がやりやすい方法になります。で、二つ目はですね、Azure SQL Managed Instance と呼ばれるもので、こちら、パースなんですけども、仮想マシン上で動いている SQL Server ーーと同等の互換性を持つものというのが、こちら、Azure SQL Managed Instance というものになります。で、もう一つがですね、Azure SQL Database というものになります。こちらはクラウドに最適化された データベースアザーサービスということになります。で、最後はですね、Azure SQL Edge ということになるんですけども、こちらのテクニカルブリーフィングでは、SQL Edge は扱いません。ということで、最初の3つについて、まあ、ライセンス上のメリットというのをこちらのテクニカルブリーフィングではお話ししていきたいと思っています。オンプレミスで SQL Server を使われていた場合は、その他、SQL Server にバンドルされている SQL Server Integration Service であるとか、SQL Server Reporting Service であるとか、SQL Server Analytics Service であるとか、そういったものを使ってらっしゃる例があるかと思います。で、これらのサービスをオンプレミスの SQL Server と合わせて利用していた場合は、仮想マシン上にこれらのサービスをインストールしてご利用いただくか、パースのサービスに移行していただくという選択になります。SQL Server Integration Service を パースへ移行する場合は、Azure Data Factory になります。この Azure Data Factory の中に、SQL Server Integration Service 用のインテグレーションランタイムというものが提供されます。で、こちらを利用いただくと、SQL Server Integration Service を Azure Data Factory に持ってくるということができます。 ですので、SQL Server インテグレーションサービスをご利用の場合、パースに移行したい場合は、Azure Data Factory の SQL Server インテグレーションサービス用のインテグレーションランタイム、統合ランタイムというものを使っていただくことになります。SQL Server レポーティングサービスの場合は、残念ながらそのままストレートに持って行っていただけるパースサービスがありませんので、 レポートを Power BI へ移行していただくということになります。で、こちらの移行というのは、まあ、手作業の移行になってしまいます。なので手間をかけずに移行したいという場合は SQL Server Reporting Service を仮想マシン上にインストールして使っていただくのが一番楽かなと思います。で、最後は SQL Server のアナリシスサービスです。こちらは 同等のパースサービスが提供されています。Azure Analysis Service というものが提供されていますので、パースへ移行したい場合は、Azure Analysis Service へ移行していただくということになりますで。お客様がオンプレミスからクラウドへ移行する場合、お客様の一番の関心事はコストの最適化だというレポートがこちらの方に出ています。こういう状況ですので、こちらのテクニカルブリーフィングでは、パートナーの皆さんに オンプレミスからクラウドへ移行するお客様への提案の際に、ぜひコストの最適化の側面での提案も付け加えていただきたいなというふうに思ってですね、こちらのコンテンツを作っております。ということでですね、コストを最適化するための Azure ハイブリッド特典、Azure リザーブドインスタンスとリザーブドキャパシティ、そして開発テスト環境のコストの最適化、それから 延長セキュリティ更新プログラムのコストの最適化というところのお話を順番にここからしていきたいと思います。まずは Azure Hybrid 特典という Azure 独自のポイントからお話ししていきたいと思います。こちらのスライドは2021年の7月15日から16日に開催されたパートナーの皆様向けのイベント Microsoft Inspire 2021のブレイクアウトセッションのスライドになります。でまずですね、そもそも オンプレミスの Windows サーバーと SQL サーバーをクラウドへ移行する場合、なぜ Azure を選ぶのかということです。こちらは新しい発表ではなくて、以前から皆さんにアナウンスしている内容になりますが、Azure はですね、AWS さんに比較して、Windows サーバーと SQL サーバーを実行する場合、 5分の1のコストで済むとということになりますで。なぜ5分の1のコストで済むかということについてはですね、こちらの URL を見ていただくと参照することができますこちら Windows サーバーと SQL サーバー向けでは AWS さんは Azure と比べて5倍のコストがかかりますつまり Azure は5分の1で済みますということです じゃあなぜ5分の1で済むのかということについてはですね、こちらに前提条件が書いてあります。こちら後でぜひ見ていただきたいと思います。Windows Server 単独の場合、SQL Server の Parse を使った場合、SQL Server の IaaS ですね、つまり仮想マシンに Windows Server と SQL Server をインストールして使った場合とに分けてですね、比較をしていますので、興味がある場合は細かくこちらで見ていただきたいと思います。 今日はこういったコストの差がどこから出てくるのかというポイントをですね、Azure ハイブリッド特典、予約容量、開発テスト環境のプライス、それから拡張セキュリティ更新プログラムについて、この4つをですね、残りの時間で見ていきたいなというふうに思っております。まずは Azure ハイブリッド特典というところからになります。こちらは簡単に言ってしまえば、 オンプレミスの Windows サーバーと SQL サーバーのライセンスを Azure に持ち込むことによって大幅なコスト削減を実現するという特典になります。で、ちょっと余談になりますけども、今現在こちらの特典は RedHat さんや Suze さんの Linux のサブスクリプションでも適用されるようになっています。つまり RedHat さんや Suze さんの Linux のサブスクリプションをオンプレミスで調達されていたものをですね、Azure に持ち込んでいただいて ライセンスコストを落とすということができるようになっています。で、この Azure ハイブリッド特典、どこに書いてあるのかということになるんですけども、Azure の製品情報ですね。Azure の製品情報の中に、Azure ハイブリッド特典という記載があります。ちょっと実際に見てみたいなと思います。こちら URL クリックしていただくと、製品のサービス情報が出てきます。こちらでちょっと見ていきます。ざーっとスクロールしていくとですね、 Azure のハイブリッド特典という記載があります。ちょっと注意をいただきたいのは、オンプレミスで調達したライセンスを Azure に持ち込めるっていうのは、Azure のユーザーの権利です。他のクラウドユーザーには提供されません。ここ大きなポイントです。AWS さんであったり、Google さんであったり、そちらで提供されるクラウドに対して、この特典は提供されていないということです。 で、権利の取得方法はですね、ソフトウェアアシュアランスが有効な Windows サーバーのサブスクリプションがある場合に利用ができますと。で、すべての仮想マシンに適用することができます。すべての仮想マシンって言ってるのは、すべての Azure の仮想マシンに適用することができますということになります。で、実際ですね、この Azure ハイブリッド特典を有効にする方法なんですけども、今こちら3つ書いてあります。まず1つ目、新規の Azure 仮想マシンの場合は、 アジュールマーケットプレイスのイメージを使っていただくことによって、まあ、イメージを作る際にですね、アジュールハイブリッド特典を使うかどうかというのを聞いてきてくれますので、そちらでオプションを有効にするというだけで済みます。それから、既存の仮想マシンでは、アジュールポータル、もしくは、アジュールのコマンドラインインターフェースから特典を有効にすることができます。で、あともう一つはですね、アジュールサイトリカバリーを使って、 で、移行した場合は、そのプロセスの一部として、自動的に特典を有効にすることができるようになっています。で、こちら画面ですね。既存の仮想マシンについて、Azure ハイブリッド特典を有効にする場合は、こちらの構成というところを選んでやって、ハイブリッド特典を有効にします。はい、と、やってやればですね、これで、ハイブリッド特典が有効になって、課金が仮想マシンのみになるということになります。で、ここまでですね、 w Windows サーバーの Azure ハイブリッド特典のお話をしてきました。ここからはですね、SQL サーバーの Azure ハイブリッド特典のお話に入っていきたいと思います。まず、SQL サーバーのコアライセンスで利用が可能です。これ何言ってるのかっていうと、SQL サーバーのオンプレミスのライセンスっていうのは、 サーバークライアントアクセスライセンスモデルというのがあるんですけども、そちらではハイブリッド特典は利用できませんということを言っています。で、二つ目ですね、こちらは Azure の仮想マシン上に SQL サーバーをインストールするパターンだけではなくて、SQL データベース、パース版であっても、あるいは Azure データファクトリーの SQL サーバーインテグレーションサービス用の インテグレーションランタイムであっても適用することができますよということを言っています。基本料金って言ってるのは仮想マシンの料金のみで済みますということを言っています。で、最後はですね、移行時のお話になります。移行時はオンプレミス側、既存のオンプレミス側と移行先のクラウド側に移行期間中両方に インスタンススタががが立ち上るるととといいうことがよくあると思います。その時にですね通常であれば両方にライセンスが必要になるんですけども Azure Hybrid 特典では移行期間の180日間に関しては両方にインストールしていただいても結構ですインスタンスを立ち上げていただいても結構ですというのが 特典としてて提供されています。ちょっと Windows サーバーのところで言い忘れましたけども Windows サーバーの Azure Hybrid 特典でも同じこの180日間の移行期間に両方にインスタンスを立ち上げることができるという特典がついています。でまあ、利用可能な選択肢となってます。Windows サーバー上の SQL サーバーを対象にしていますしあと Linux 上の SQL サーバーも対象となります。 で、まあ、追加の支払いとしては Windows サーバーと Linux OS、どちらかを必要としますよと言ってますけども、どちらもハイブリッド特典を活用することができるようになっています。それから、パース版でも利用できますよというところも大きなポイントになるかなというふうに思います。 でまた同じようにですねこちらも製品情報に SQL サーバー向けの Azure ハイブリッド特典という記載がありますでこちらの方にですね SQL サーバーエンタープライズのコア SQL サーバースタンダードのコアそれぞれに対して Azure の SQL データベースあるいはマネージドインスタンスにいくつ割り当てられるかであったりですね仮想マシン上にインストールされた SQL サーバーの どういうコア数に割り当てることができるのか、それから Azure Data Factory の SQL Server Integration Service のランタイムですね。こちらの方にどれだけコアを割り当てられるのかというこの比率ですね。こういったものがすべて記載をされていますで。ちょっとちっちゃいですけども、先ほど紹介した移行期間中の180日間両方にライセンスを割り当ててもいいですよということがこちらの方に書いてあります。 で今日ですね、こちら、製品条項を紹介していますが、これ、理由はですね、お客様側からコンプライアンスに引っかかるようなことをして、利益供与をしているんじゃないかと。 いうことをこう疑われてしまう場合があります。そうではなくて、マイクロソフトのグローバルでの正規なプログラムですよということを証明するために、こういう製品情報というもの、必ず必要になってくると思います。お客様からパートナーの皆さんへリクエストがある場合は、こちらの製品情報をぜひご紹介をいただければというふうに思っておりますで。実際にどれくらいコストが削減できるのかということなんですけども、Azure 標準の重量課金のプログラムと比較して、 Windows サーバーと SQL サーバーのライセンスをオンプレミスから持ち込んだ場合は85%削減できますよと、こちらの方では記載がされておりますで。実際にですね、皆さんのこれから提案される条件の中でどれくらい削減されるのかというのはですね、この Azure Hybrid Benefit 節約額計算ツールというところで計算することができるようになっています。こちらですね、東日本リージョンの エンタープライズのライセンスを使って、ベースの仮想マシンとしては d、d の 8S の V58 コア32ギガのメモリーのマシンを使って、まあ1ヶ月を730時間として計算した場合、ハイブリッドベネフィットを利用すると、まあ、こちら、今85%節約するとなってますが、実際には92.8%の割引率になりますよ、ということが、こちらの方から試算することができるようになっています。ここまでですね、 オンプレミスで調達したライセンスプラスソフトウェアアシュアランスをクラウドに持ち込むというお話をしてきましたが、実は新規でご購入をいただいても安くなるというのがこちらになります。でこちらはですね、Windows サーバーだけになりますけども、8コアのライセンスプラス3年間のソフトウェアアシュアランスを購入した場合ですね。この場合ですね、重量課金と比較して重量課金がこの ピンク色のラインになります。このラインに比べて、新規にライセンスとソフトウェアアシュアランスを購入した場合と比較すると、4ヶ月目でコストが逆転するというような試算になっています。つまり1年以内に回収できますので、まあ、必ずですね、Windows サーバーを利用される場合は、このライセンスプラスソフトウェアアシュアランスを新規で購入して、 Azure ハイブリッドベネフィットを適用することをご検討いただければと思います。で、お客様にもそういう提案をパートナーの皆様からしていただければと思います。で、こちらはですね、データベースアザーサービスですね、パース版の SQL データベースの場合の削減例になります。で、こちらの場合もですね、55%削減できますよというふうになっています。 で、さらにこちらもですね、ソフトウェアアシュアランスを購入した場合でも33%削減になりますということになります。こちら、ライセンスのコストは入っていませんが、一つ前の Windows サーバーの試算で見ていただいたように、新規でライセンスプラスソフトウェアアシュアランスをご購入いただいてもですね、必ずですね、重量課金と比較してコストが安くなりますので、お客様に Azure 上での Windows SQL サーバーのご利用を ご検討いただく場合、もしくは Azure 上の SQL データベース、SQL マネージドインスタンスを利用することをご検討いただく場合は、必ず新規に SQL サーバーのライセンスプラスソフトウェアアシュアランスをご購入いただく前提でお客様にご提案をいただければというふうに思っております。あともういくつか。 ハイブリッド特典についてピックアップしていきたいと思います。こちらではですね、SQL サーバーのフェールオーバーに関する権利を扱ってみたいと思います。で、こちらはですね、ソフトウェアアシュアランス、ハイブリッド特典が提供されるソフトウェアアシュアランスのオンプレミスでの特典ですね。それがそのまま Azure でも利用できますというものになります。 SQL Server の場合ですね、プライマリーの SQL Server とセカンダリーの SQL Server で同期をとってですね、プライマリーがダメになった時にセカンダリーを有効にするという機能を使っているかと思います。この時ですね、ソフトウェアアシュアランスの特典として、 プライマリーがアクティブ、セカンダリーがパッシブな場合は、セカンダリー側のライセンスは不要ですよというものです。これソフトウェアアシュアランスにもともと付いていた権利です。ただですね、オンプレミスの場合は専用の固定されたハードウェアで、このソフトウェアアシュアランスのフェールオーバーに関する特典が提供されていました。 これがですね、Azure でも利用できますよというのがポイントです。ただ、一つ確実に押さえておいていただきたいのは、プライマリーがアクティブ、セカンダリーがパッシブの場合のみになりますので、この点はご注意をください。で、それからですね、あともう一つ、SQL Server Enterprise のコアの無制限の仮想化の権利というものが提供されています。これはですね、Azure のデリケーテッドホスト、または Azure 内の他の専用物理ホストに任意の数の仮想マシンで SQL サーバーを使用できますと言っています。何を言っているのかというと、いくつでも SQL サーバーの仮想マシンを立ち上げてもいいですということを言っています。ただし、これが適用されるのは、Azure の専用ホスト、デディケーテッドホストの物理コアすべてに SQL サーバーエンタープライズコアのライセンスを適用した場合のみということになります。でデディケテッドホストを見ておきたいと思います。日本語では専用ホストと言います。これは独立したホストマシンをご購入いただくことができます。で購入いただいたホストマシンの上に仮想マシンを立ち上げていただくというものになります。なので専用のホストマシン、まあ、物理マシンをご購入いただくのと同じことになります。でこの 購入いただいた物理マシンのコアに対してエンタープライズ、SQL サーバ r のライセンスを割り当てていただければですね、その専用ホストの中ではですね、いくつでも SQL サーバ r の仮想マシンを立ち上げていただけるというものになります。でもちろんですね、これ Windows サーバーでも適用されるものになります。デリケーテッドホスト a t e d h オンプレミスからクラウドへシステムを移行する場合、非常に人気があります。何を言っているのかというと、通常の仮想マシンは、ハイパーバイザー層を他社と共有している、まあ共有プラットフォームの環境なんですけども、このデデディケーテッドホストの場合は、ホストごとご購入をいただきますので、ハイパーバイザー層を他社と共有しないんですね。なので、銀行さんであるとか、あるいは、 観光庁さんですね。セキュリティ上高い要件を要求されるようなオンプレミスのシステムをクラウドに上げる場合っていうのはデディケーテッドホスト。非常に人気があります。SQL サーバーのような高い機密性を要求される、まあ、機密度の高いデータを扱うようなシステムの場合はデディケーテッドホストを選択される場合っていうのは結構あります。ただデ,ディケーテッドホストっていうのは高価になりがちです。何を言ってるのかっていうと、可用性を担保するために 複数のデディケイテッドホストを組み合わせて使っていただくという必要がありますので、小規模な場合はコスト的に合わないということになります。ただし、ある程度規模があって、高い機密性を要求されるようなオンプレミスのシステムを移行する場合は、デ,ディケイテッドホストっていうのがいい選択肢になります。ここで紹介したような、 ライセンスコストを抑えるというために利用する場合だけではなくて、高い機密性を要求される場合もデディケーテッドホストが有効だということをぜひ覚えておいていただければと思います。で、このデディケーテッドホストと同じように、Azure VMware s o l u t i VMware さんのソリューションを実行するための専用のハードウェアをご購入いただくというパターンでも、 Azure ハイブリッド特典を利用することができるということもぜひ覚えておいていただければと思います。デディケーテッドホストだけではなくて、Azure VM ウェアソリューションでも同様の特典を受けることができるということはぜひ覚えておいてください。まあ、こちらちょっとまとめたものですね。Azure の仮想マシーン、それからデディケーテッドホスト上の仮想マシーン、それからデディケーテッドホストの物理ホストのインスタンスそのものですね。 この3つの場合についてのハイブリッド特典を書いてくれています。まずですね、180日間にわたってライセンス同時使用できます。移行期間についてということがこちらの方で書いてあります。あと、デディケイテッドウトの物理ホストに実装されているコアに対してライセンスを割り当てておけばですね、 無制限の仮想化ができるということがこちらで確認することができます。あの、こちら表にまとめていますけども、原点を見たい場合は、製品情報を見ていただければと思います。で、最後ですね、こういった SQL サーバーの特典を利用する場合は、お客様は Azure にワークロードを構成する際には、SQL サーバー向けのハイブリッド特典に基づいて、Azure SQL Database、 Azure SQL Managed Instance, Azure Data Factory の SQL Server Integration Service Runtime, しくは SQL Server の仮想マシンを使用しているということを示す必要がありますというのがですね、製品情報に記載があります。これ仮想マシン上でどうやってやるのかっていうことなんですけども、Azure Portal 上で SQL 仮想マシンのリソースプロバイダーへの登録ということを行っていただきます。 で、これ、登録を一つずつ行うという方法もあるんですけども、仮想マシンに SQL サーバーの i a スエージェント拡張機能というものを入れていただければですね、この登録作業を簡素化できます。で、しかもですね、他のバックアップの機能であるとか、ハイアベイラビリティの構成の自動化であるとか、あるいはベストプラクティスの適用であるとか、追加機能も適用されていくものになります。 でぜひですね、自分で SQL Server をインストールされる場合はですね、この SQL Server i a s Agent 拡張機能を有効にしていただければと思います。これを有効にしていただけると、SQL 仮想マシンという形で、Azure Portal から集中的に確認をすることができるようになります。ちょっとこちら、i a s Agent 拡張機能を入れたものになります。 sql 仮想マシンというリソースが出てくるようになります。で、こちらの構成というところを押していただくと、重量課金で sql サーバーを使っているのか、ハイブリッドベネフィット、ハイブリッド特典を使っているのか、といったようなことを、こちらで自由に変更することができます。から、下の方を見ていただくとですね、 SQL Server のベストプラクティスの構成が適用されているということを確認することができます。から、こちら修正プログラムの適用というところをクリックしてやると修正プログラムの自動適用を有効にすることができますし、バックアップというところを選んでやるとバックアップの構成もですね、パースのように行っていただくことができるようになっています。 それからですね、高可用性の構成についても、こちらの方から簡単に行っていただくことができるようになっています。で、ここからはですね、ハイブリッド特典以外のコスト削減に関わる項目をですね、3つほど拾っておきたいと思います。まずは予約要領です。で、こちらはですね、3年間、または1年間の仮想マシンの事前予約をしていただくことによって、大幅にコスト削減をするというものになります。 Azure のこの事前予約について特徴なのは柔軟な予約変更が可能だというところになります。これ後ほどご紹介します。まずはですね、通常の重量課金に比べて3年予約をしていただければ72%のコスト削減ができますよということになります。実際に見積もりの中で予約を使うとどれだけ割引ができるのかというのは試算ツールから簡単に見ることができます。こちら今重量課金になっています。 7万640円1ヶ月あたりかかりますよというふうになっていますが、こちらで3年予約をクリックしてやるとですね、1万5000円で済みますよということを見て取ることができるようになっています。こちら必ずですね、Azure Hybrid 特典と同じくリザーブドインスタンス活用いただくようにお勧めをします。こちら、先ほどの Azure Hybrid Benefit の試算に、さらにもう一つ、 リザーブドインスタンス3年分を加えたものになりますで。先ほどはですね、4ヶ月目に重量課金と逆転するという試算になっていたんですけども、Azure Hybrid Benefit とリザーブドインスタンス両方を加えるとですね、3ヶ月で重量課金の価格を下回るということを確認することができます。繰り返しになりますが、必ず Azure Hybrid 特典とリザーブドインスタンスを 併用するように心がけていただければと思います。で、この Azure の容量予約に関しては、パース版の SQL データベースにも適用されます。この場合は、リザーブとキャパシティというふうに呼びます。まあ、同様にですね、非常にコストが削減できると。で、この場合ももちろん、ハイブリッド特典と併用しましょうということになります。で、こちらもですね、見積もりツールから確認をすることができます。 Azure SQL データベースの場合の重量課金であれば1ヶ月あたり47万円かかっていたところが3年予約を選択すると10万1000円まで下がりますよというのを確認することができます。見積もりツールぜひご活用ください。で、あともう一つですね、この Azure の予約オプションに関しては柔軟性というところが非常に大きな特徴になります。 最初に購入した仮想マシンと違うサイズに途中でしたいという場合は、これは柔軟に行うことができますし、解約も行うことができますし、譲渡も行うことができるようになっています。この柔軟性というのも、この Azure の予約オプションの特徴だということも覚えておいてください。もう3年間なら3年間に必ず縛られるわけではないというところもポイントかなというふうに思います。で次はですね、 開発テスト環境の価格になります。こちらはですね、有効なビジュアルスタジオサブスクリプションをお持ちの方であればですね、非常に安価に Azure の環境を使っていただけるということともう1つですね、SQL Server のデベロッパーエディションこれもともと無償なんですけどもこの SQL Server のデベロッパーエディションを使っていただけるクラウドとしても Azure が唯一であるということになります。 で、こちら、実際に、Azure Marketplace なんですけども、SQL Server 2019,Windows Server 2019上で動く、SQL Server 2019ですけども、こちらの選択というところをクリックしてやるとですね、SQL Server ライセ i c がフリーな SQL Developer Edition を選択することができますというのが、こちらでお伝えしたい一つのポイントになります。で、そしてもう一つはですね、Visual Studio のサブスクリプションを持っていればですね、 こちらの試算でいくと、アップサービスと SQL データベースの価格が57%下がりますよ、ということになります。こちらの試算ではですね、Windows サーバーの仮想マシンが62%安価に利用することができますよ、というものになります。 でこちらもですね、製品情報の中に記載があります。Azure の開発テスト価格ということで、テスト開発環境であれば、Azure を非常に安価に使っていただけるというものになります。実際の割引率はですね、こちらにありますリンクをクリックしていただければ確認することができますで。実際こちらですね、リンクをクリックしていただくとですね、見積もりツールの方に飛んでいくという動きをするようになっています。 ビジュアルスタジオサブスクリプションをお持ちのパートナーの皆さん非常にたくさんいらっしゃると思います。ぜひこちらを活用して Azure も安価に利用いただければと思います。エンジニアの皆さんは自由に使える環境があればどんどん自分でスキルアップされていくと思いますのでこういった環境をパートナーの皆さん各社でご用意いただければ非常にありがたいなというふうに思っております。で最後ですね、拡張セキュリティ更新プログラムについてです。こちらがですね、 2021年の7月15日から16日にわたって開催されたパートナー様向けのイベント、Microsoft Inspire で新規に発表されたプログラムになります。SQL Server 2012の延長サポートは2022年の7月12日に終了するんですが、Azure 上で SQL Server 2012を使っていただいている場合は3年間、 セキュリティ更新プログラムを提供し続けますというものになります。で、Windows Server についても2012がですね、2023年の10月10日に延長サポートを終了するんですが、こちらも同様に3年間ですね、Azure 上でご利用いただく場合は、セキュリティ更新プログラムを無償で提供しますよというプログラムになります。で、さらにですね、SQL Server 2008と Windows Server 2008についてもですね、 これまで Azure 上で利用いただいている場合は3年間の延長セキュリティ更新プログラムを提供していたんですがこれをさらに1年間延長しますよという発表も行っていますで。こちらですね、プログラムについてまとめたものになります。向かって左側が今お伝えした内容になります。Azure 上に移行しない場合はですね、 SQL Server 2012を使う場合ですね、新しいバージョンにバージョンアップしていただくか、延長セキュリティ更新プログラムを別途ご購入いただくという選択になります。もし、SQL Server 2012であるとか、Windows Server 2012をお手元にお持ちの場合は、Azure に移行するというのも一つ選択肢になるということを覚えておいていただければと思います。 ここまでですね、いかに Azure がですね、SQL Server、Windows Server を利用するのに適しているかということをご紹介をしてきました。でこちら最初に出したスライドになりますが、Windows Server と SQL Server を利用する場合は、AWS さんは Azure と比べて5倍のコストがかかりますと。その根拠は今日ご紹介した内容ですね。Azure Hybrid 特典の Windows Server 版と SQL Server 版、 それからデリケーテッドホストに対する特典、それから Azure Hybrid 特典による移行期間中の180日間の二重使用の権利、それから Linux に対する Azure Hybrid 特典、それから SQL Server のディダスターリカバリーに対するパッシブ系のライセンスの無償提供、それから延長セキュリティ更新プログラムの無償提供、こういったものによって結果として Azure は AWS さんと比較して5分の1のコストで Windows サーバー、SQL サーバーを運用できるということになります。ぜひですね、パートナーの皆さんからエンドユーザーの皆さんにこちら訴求をいただければと思います。実際ですね、このメリットを理解をいただいて、三菱 UFJ フィナンシャルグループの方で、Azure ハイブリッドベネフィットをご活用いただいています。 こちら、事例スライド、お手元の資料に付けておきますので、後で見ておいていただければというふうに思います。以上、非常に長い時間だったんですけども、私の方からのプレゼンテーションはこれで終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。